秀明は、日本の元俳優。実業家。神奈川県鎌倉市出身、神奈川県立奈良利ヶ浜高等学校を経て、法政大学工学部に入学するも中途退学、血液型 B 型。役者としては舞台、映画を中心に活動していたが、26歳の時に引退。引退後は事業を起こし、現在は2つの会社、株式会社セブンコード、 株式会社インターコードを経営している。2012年4月有田と松子の男と女のシーズン2、元芸能人、今、素人さん50人に出演する。男性唯一の最前列と喜んでいたらしいが、話した内容は全部カットされ、ただ映っているだけ。社員や関係者に言いふらした手前、死ぬほど、 格好悪かったと放送日後に Facebook でつぶやいている。さすがに会社のホームページにテレビに出演と書けなかったらしい。カットされた反省として出演が嬉しすぎて喋りすぎたと自己分析し少ない時間でも使われるように第一声は身近的に話して数秒で区切るべきだったと公開している。2013年本人が経営する株式会社セブンコードの 新卒採用サイトで自らをブラック企業と称し、ブラック企業へようこそというサイトで募集をかけて物議を醸し出す。そのせいで当時掲載していたエンジャパンのサイトの掲載を取りやめられるも効果は良かったらしく翌年はブラック企業へようこそ第2弾を公開、大学を辞めて入社したら100万円という企画を打ち出し、再び物議を醸し出す。 2016年12月 TBS の好きか嫌いかを言う時間に出演する。前回と違って今回は放送された。残業問題に経営者としての持論を展開したが、その後ネットで炎上する。サイト本人の会社が運営するシャチクルというサイトで残業について考えを公表するも日に油を注ぐ結果となる。 2017年7月ブラック企業の社長が都民の社畜になるとのフレーズで都議選に立候補表明。打ち出した政策でネットで賛否両論あり話題となる。都議選では新宿区から出馬し1971票で落選した。2019年4月もっちょさんを押し出し、若い人にもっと選挙に興味を持ってもらうため新宿区区議選に立候補。 こちらも前回の都議選同様に雑誌等に取り上げられ、話題となる。結果は53人の立候補の打ち切り。唯一、協託金を没収される、立候補者となる。本人曰く、週刊プレイボーイにも特集され、オリジナルソング、選挙へ行くなを下げて選挙カー活動も多くの人に手を振ってもらい、立候補者の中で一番目立っていた。ただ、 立候補の目的を若者に選挙に行ってもらうために着ぐるみ着たり音楽をかけたのだがターゲット年齢が低すぎたため手を振ってくれていた人たちは投票権がなかったためだと振り返るオリジナルソング選挙へ行くなは選挙へ行こうは聞き飽きてしまっているためあえて逆のことを言うことで選挙に興味を引いてもらう趣旨とのことまた選挙カーがうるさいと選挙のたびにクレームが上がる中 音楽をかけて外旋活動することで楽しんでもらえたと自負している。ありがとうございます。